どうもブス島です。デッドオブザブレイン2実況を始めていきたいと思います。前回ピレニー研究所のところまで来て、なんかシーラがどこにいるっていう話を聞きましたってところまでです。じゃあ早速やっていきましょう。おー、なんかこれ見ると1の時のあそこ思い出しますね、警察署なんかね、嫌な感じでしたけど、ここは何の部屋かな。とりあえず入ってみましょう。いけ、ブワーとかやめてくれよ。なんだこの部屋は。ああ、まあ、まだ何もないから。ロッカーが並んでいるところを見ると、ここが研究所の控え室か。俺がこの部屋に入るために使用したドアだ。このドアの向こうには、先ほどの廊下に当たると。左手前には机が置かれている。その隣にはパイプ式のベッドがあり、今俺はそのベッドに腰掛けている。ああ、座ってんのね。引き出しのついてない机だが、中には何も入っていないようだと。どのロッカーを調べても鍵がかかっているため開けることはできない。あ、やだね、こういうところ鍵のついてない普通のドアだなと。これ移動できるのかな。もう、あ、よし、廊下に出るか。いやー、なんかここの部屋に入るっていうのがワンのトラウマってあんま入りたくねえな。うん、鍵がかかって開かないや。左奥の部屋、ここがシーラが使っている部屋だな。お、シーラお久しぶりだな。なんか見るの、あ、このシーラもいいですね。かわいい。やっぱワンの時と違って髪型かな。まあワンの時は本当お嬢さんって感じでしたけどね。コール、もう本当に何をやってるんだかみたいなね。シーラ、よかった、無事だったのか。おうほうほう、シーラだ、よかった、無事だったんだ。コール、まったく本当に勝手な行動を取りやがったこのクソアマが。本当にもう、ああ、もうすいませんね、本当ね。もう口が悪くてもうどうしようもない。シーラ、ずっと心配してたんだぞ。連絡ぐらいしてくれればいいのに。ごめんなさい。私、朝からずっとパープルスカイのこと調べてた。ブラディ・フォックスが相手なんだ。君一人じゃ無理だよ。それに昨日、リーズであんな目にあって、お前、懲りたんじゃないのか。私、昨日一人でずっとクーガーさんのことを考えていたら、じっとしていられなくて。まあ似た者同士だな。うん。彼の研究をこんな汚いことに使ってるなんて絶対許せない。私絶対許せなかったと。ほうほうほう。お前のマンションの部屋を見たか？うん、見てないけど、コールが見つけてくれたんでしょ？スティーブさんから聞いたわ。かなり荒らされていたよ。何者かが必死で君を狙っていたようだな。うん、なんか思い当たりあんのかな？俺の予想だとシーラはパープルスカイについて何か秘密をつかみ、その情報を聞きつけた敵はシーラを血まの子になって探している。お前はパープルスカイを調べている時にジーナを出た後ブラティフォックスにさらわれたろ。どうしてそれを。お前を追っかけてるうちにいろいろ聞いたんだよ。うん、あのデスコでパープルスカイのことを聞いたら、ラゾバン製薬の社員がついてたケースを見たっていう人がいたの。ラゾマン製薬？ええ、その会社は田舎にあって、ライトダンスストリートで行けるのよ。なるほど、それでライトダンスか。それで行ったのか、そのラゾバンってところに。うん、ジーナを出てから数分後にブラディ・フォックスに捕まっちゃったの。なるほどね。やっぱり製薬会社、もう、あれみたいですよね。なんとかハザードのね、あれみたいです。あれ？バイオハザードってこの頃出てたっけ？どうだっけ、バイオハザード1900何年だっけ。まあいいや。でもバイオより全然前の作品だと思ったんだけどな。確か1はバイオより前なんですよ、間違いなく。そのあれだから、まあいいか、とりあえず。うん、なんかうーんって感じだな。もしそうだとすれば結構一致なところありますもんね。うーん、私は昨日バーリーズに連れて行かれて指輪を取られたわと。それがこの指輪だな。え、どうしてコールがその指輪を。ブラティフォックスが俺を呼び出すために指輪を使ったのさ。結婚までつけてね。言ったの？もちろん。だがその時シーラはすでにスティーブさんに保護された後だったんだ。俺は一人で袋にされたよ。おまけに純度の高いパープルスカイまで撃たれそうになった。危なかったよな。だけどどうして俺に連絡くれなかったんだ。たった一人で調べるなんて無茶だよ。ごめんなさい。もう二度とこんなことはしない。もうするんじゃねえよ。本当に全く迷惑ばっかかけやがって。本当にイラッとしますね、こういうのは。まあまあまあ、でもね、ストーリー的にはしょうがないと。
私がブラティフォックスで捕まった時、スティーブさんに助けられたの。そうだな、スティーブさんにお礼を言っておかないといけないな。それにラズボン製薬という薬品会社のことも聞いておいた方がいいだろう。なんかね、製薬っていうとどうしてもね、アンブレア製薬を思い出してしまいますね。もうね、スティーブさんなら多分研究室にいると思うわ。そうだな、行ってみるか。てか今回こういうところ調べらんねえんだな。ちょっと残念な、こういうところとかね、こういうあたりを調べたいんですけどね。まあ、こういう個室にね、男女がいてベッドがあるっていうのはもうね、はい、もう何でもございませんよ。もう今回やらかすのかな、どうなんだろう。どこにでもあるパイプ式のベッドだな。俺もアパートでこの、アパートではこの形のベッドで毎日寝ているが、見た目よりはなかなか寝心地がいいものだ。確かにね、うん、あのパイプベッドってね、意外と寝心地いいんですよ。ただこの上で立ったりするとなんかバキッとか言ってね、お、俺割れるっていうのが、なんかそういう割れそうになることがあって、こうね、下にね、こう十字にこう鉄パイプ入れたことがありますよ落ちないように。うん、どうしたの、ベッドが気になる。ベッドも気になるんだけど、なんかこれ期待していいのかな、フラグかな俺。いや、パイプ式のベッドなんて珍しいからさ、そっちかい。コールの部屋にもこんな感じのベッドがあるわね。ああ、安かったからなと。ブス島はちなみに布団派でございます。もう布団が一番、ね、寝心地がいい。ただ畳に限るって感じですね。なんか部屋もね、やっぱね、フローリングより畳の方が好きなんですよ。うん、まあ日本人だなって感じですね。これなんだ、トイレか。あ、トイレじゃねえか。もしかしてシャワーか、これ。ここはシャワー室みたい。ここの研究所には仮眠用にこんなに部屋がたくさんある。もうね、これベッドにこうピンク色のタオルとか大量にあったりとかしたら、もう完全風俗店ですよこれ。もう、まあ、窓とかはね、エロポスターとかでこう、大体固めてあるんですけど、まあ、大体、まあ、今、デリが多いからあれかもしれないけど、昔、箱ヘルって呼ばれたのは、もうみんなこんな感じで、もうちょいこれね、こう、ギュッと狭くして、もう、はい、なんでもございません。はい、まあまあまあ、そんな話はどうでもいいか。ここはシャワー室か。スティーブさんなら研究室にいると思う。そうだな、行ってみるか。じゃあ行ってみましょう。あ、まだあるな。あそこは窓か。カーテンが閉まっているが、この時間じゃ窓の外は真っ暗だな。なんかその時バリーンとか来んじゃねえだろうな。夜は冷えるからカーテンをしているの。わあ、もういい、それで。うん。もうね、スナイプもされるからカーテンは閉めとかないとダメですよ。一回戻りましょう。あと、今度はこっちは。ここは空室かな？何か。うわあ、もうなんか完全嫌な感じだな。なんだこれ。壁にカレンダーがあってあるぞ。7月からめくっていないようだ。窓の外は真っ暗だな。今頃町は資料でごった返しているんだろうな。ここは2階だし、さすがに資料もここまでは登ってこれないだろうな。だとありがたいですね。カレンダーの月が7月ということは、今から4ヶ月前には誰かがこの部屋を使っていたことになるな。ほうほうほう。カーテンには触れない方がいいな。ベッドが一つ置いてあるな。シーツにはシワが入ってないってことは、最近変えたばかりのようだ。ベッドの周りは何も目につくようなものは見当たらない。清潔そのものだ。このベッドはきっと研究所の人が紙用に使用していたものだろう。まあそうだろうな。同じですね、同じ。カレンダーの日付にはいろいろマークがついている。丸や×、 G13 というメモが貼ってあるが、俺には一体何のことだかわからない。G13 って言ったらもう完全あれじゃねえよ。あの、世界的有名なね、あの方にもう依頼ですよ。もう G13 型トラクター頼むみたいな、そんな感じじゃないんですかこれ。違うのかこれ。どこにでも売ってる普通のカレンダーだ。あとは調べられないか。うん、でもあれですね。今回になってから本当こう、コマンドが少なくなったから、すごく楽ですね。うん。いいことだ、いいことです。本当にこの辺 UI なんかすごくよくできてると思いますよ。さあ行ってみましょう。今度はここだ。よし、ライルさんの研究室に行こう。なんかろくなことやってねえよ。大丈夫だな。コール、よく無事だったな。ええ、おかげさまで。シーラーの様子はどうだったかね。
ええ、落ち着いてました。あ、じゃあキャシーとかどうなっちゃったの？あら、友人とか。コール、シーラから聞いたか？ええ、すべて聞きました。まったく。勇気のある彼女だな。いや、本当ですよ。もう本当、おてんば通り過ぎて、本当、ちょっとイラッとさせられましたね。すいませんでした。しかし、大変なことが起きてしまったな。先ほど私が調べた結果、我々以外に生き残っている人間はゼロに等しい。くそー。このまま死体が増え続けてしまい、町全体に伝わる伝染病が広がってしまう。なんとかその前に犯人を見つけ出したい。いや、本当ですね。救援は？州警察が定期的に32分署に来ることになっているが、この状況じゃ全て軍に任せることになるだろう。ああ、まあそうでしょうね。いつ頃になりそうですか？明日だ。だが、その後軍に連絡されて会議にかかるだろう。単純に計算しても軍がここに来る頃に、来るまでに3日はかかるだろうな。まあ、でもそれでも随分短いと思うけどな。3日か。でもシーラーは、ラバゾン製薬について情報を持っていました。ああ、パープルスカイの結成、ラバゾン製薬の社員があったそうだな。そんなことやって麻薬を出回らすんじゃないって感じですね。ツッコミどころ結構あるな。パープルスカイをラバゾン製薬で作っている可能性がありそうですね。そうか。思い出したぞ。この間、ラバゾン製薬は麻薬取締法違反でガサ入れされてたんだ。へえ、そうなんだ。そうか。あそこはラバゾン製薬なのか。麻薬？ああ、押収した段ボールからヘロインの反応が出てね。販売の担当者を4名パクったんだ。スティーブさん、ヘロインって言ったパープルスカイに混合されてますよ。これで繋がったな。パープルスカイを製造しているのはラバゾン製薬に間違いないだろう。早速行きましょう。待て、コール。このままラバゾン製薬に行くことは、のこのこと殺されに行くようなもんだよ。でも、このままじゃ。署に行けば、ガサ入れした時のラバゾン製薬に関する資料があるはずだ。じゃあ、俺取ってきます。いや、私が行こう。せっかくシーラに会えたんだろ。少しは彼女のそばにいてやった方がいい。研究所のことは、ライルとコールに任せるよ。いやー、勇気あるけど、単独行動するあたりが怪しいっちゃ怪しいよな。気をつけてください。資料はどこに潜んでいるか分かりませんから。大丈夫だ。こんな私でも射撃の腕は多少自信があるよ。いやー、頼もしいけどなかなか怖いね。なんだろう、なんかこう違和感あるんですよね。あ、疑りすぎかな。しかしクーガー博士は大変なものを作ってくれたな。彼の薬は数時間で街を破壊してしまうほどの威力があるなんてな。特に恨みはありません。彼は人間の一番の恐怖である死を克服しようとしていたんですから。それがちょっとした手違いで人の手に渡ってしまった。それでこんなことに。すまない、変なことを言ってしまったようだ。許してくれ。そうなんですよ、毒はね、悪くないです。もう要はね、何でもそうですが、使いやつによってですよ、道具は。うん、いえ、いいんです。コール、大人じゃねえか。それで町はどうだったのかね。資料に破壊されてました。もうしばらくあの町を復旧させることはできないでしょう。そうか。それで資料の数は分かりません。ですが、俺が見た商店街だけでも100体はいると思います。商店街だけ100体とは、これでは町全体で5、600体はいそうだな。いや、嫌だな。資料について詳しく教えてくれないか。蘇生薬によって蘇った死体は銃を撃ったところで死にません。完全に奴らの息の根を止めるには、奴らの脳を破壊することです。蘇生薬の注射も脳なのか？はい。死体の脳に蘇生薬を打った場合、一番最初に蘇るのは脳で、次第に薬は全身に回ります。たとえ蘇った死霊の足をヒットしたとして破壊しても、脳が正常である限り、奴らは這ってでも俺たち人間を襲います。問題は脳か。クソ。人間の脳には現代科学では解明できない未知なる謎がたくさんあるんだ。まさにクーガー博士はその謎の一つを解明してしまったんだな。そうですね。失礼しました。脳自体、なんていうんですか、今でもなんだっけな、10% も 1% だっけな、なんか全然解明されないみたいですね。やっぱり、なんかすごい難しいらしいですね。
それで人工知能って言ってからまた末恐ろしいよな。まあ人工知能と脳は違うのかな。まあでも怖いですね、どっちにしろこの辺のやつは。あ、そうそう、シーラ君がパープルスカイを撃たれたと言っていたから、さっき血液を取らせてもらったよ。それでどうでした？結果の方は少々時間かかるか、まああれだけ元気ならまず心配ないと思うがね。そうですか、よろしくお願いします。まあシーラ君があれだけ元気なら同じですね。気をつけてください。あ、これはもう同じかな。相変わらずいつ来てもこの研究室に圧倒されるな。この研究室は私の命だよ。もうゴール落ち着かないな。まあそうですね、ちょっとセーブしよう。7番、じゃあ移動しましょうか。じゃあシーラの様子を見ていきます。あ、コール、廊下の右手前の部屋には君が使うといいよ。それと表に用がある、ん、表に用があるときは裏に止めてあるバンを使うといい。キーは車についている。ありがとうございます。俺も署に行ってラバゾン製薬の資料を探してみるよ。スティーブさん、資料にはくれぐれも注意してくださいね。任しておいてくれ。いやー、資料結構怖いからな。さて、どこに行こうかなと。じゃあちょっとシーラの様子を見てみましょうか。なんか今回はこの辺りだけで終わっちゃいそうだな。ライルさんのところに行ってきたよ。ライルさん、なんだって？血液検査は少し時間かかるそうだよ。だけどシーラがそれだけ元気ならまず大丈夫だろうってさ。そう、なんだ、あまり嬉しそうじゃないな。うん、違うの、この先どうしたらいいかってずっと考えてたの。シーラが心配することはないよ。俺の手で毒の蘇生薬を使ってるやつをとっ捕まえてやるからさ。ありがとうコール。いやー、やっぱシーラいい子だな、なんだかんだ言って。でもこう見るとやっぱり16色で描いてもやっぱ綺麗ですよね、ほんと。みんなは、みんなはか、みんなっていう言い方はちょっと違うだろう。まあ少なくともシーラは死ねえだろうな。うん。ライルさんは研究室だよ。スティーブさんはシーラの言ってたラバゾン製薬に関する資料を取りに32分所へ行ったよ。一人で大丈夫なの？スティーブさんだったら大丈夫だろう。いくら俺が2年前にこんな状態を、事態を乗り越えたからって、刑事であるスティーブさんには及ばないよ。ならいいけど。ライルさん、蘇生薬についてあまり好感を持っていないみたいね。まあね、だけど未知なる謎を持った人間の脳を解明した毒を褒めていたよ。未知なる謎か、そうよね。人間の脳って計り知れないものよね。まあそうですね。そうそう、コールに一つ聞きたかったんだけど。なんだ？私がディスコに行ったってどうして分かったの？あのジーナって場所はコールと行ったことがなかったはずなのだけど。まあね、まあこのアマは隠し事しやがって。ああ、ジーナのことはキャサリンに聞いたんだ。キャサリンに？コールは彼女を知ってたの？ほら、前にシーラが話をしてたじゃないか。キャサリンって友達がシャッフルフードで働いてるってさ。あ、そうか、それでシャッフルフードに。ああ、スティーブさんからシャッフルフードの所在地を調べてもらって。シーラ、どうした？ねえ、キャサリン。あ、じゃねえよ、まずいぞ。シャッフルフードって駅の反対側だったよな。あの資料の数だ。駅なんて遅いのにそんな時間かからないだろう。もしシャッフルフードがやられてたら、俺行ってくるよ。お願い、キャサリンを助けて。そうですよ、キャサリン助けねえと。まずいぞ、彼女うまく逃げてくれればいいが、ずいぶん時間経ってんだろう。おっと、むごい、これがシャッフルフードか。はい、ということでですね、とりあえずなんか面白いことになってきましたが、とりあえず一旦ここで切らしていただこうと思います。いやー、どうなるんですかね、ほんと。いやー、これから資料戦か、やだな。とりあえずセーブして終わっとこう。はい、ということでですね、最後までご視聴ありがとうございました。それではまたよろしくお願いいたします。ブス島でした。ではでは失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。続きの見たい方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。